はい、こんにちは、札幌占い美容室早山貸の後藤です。今日も、ちょっとモデルさんの方を担当させていただこうかなと思うんですが、今日はどうしますでしょうか。なんかやりたい髪型ありますか。はい、アッシュグレーな感じ。アッシュグレーにしたくて、はいはい、アッシュグレーにした。なればいいと思うですね。はい、ブリッジはしますか。ブリッジは今日はしない。今日しないで、はい、アッシュグレーで多少暗くなってもいいんですか。はい、今ブリッジはしてるんですか。今してないです。今してないんですね。はい、じゃブリッジをなしで、アッシュグレーにして、はい、でバツッと切る、はい、感じ。前髪とかは前髪はなんかやりたいんですけど。はい、長くていいんですか。長くて、はい、はい、そんな感じです。はい、ではカットするんですが、カットとカラー、カラーは1回止めでカラーはします。でカットして、それからカラーをで、ブリーチはしたくないっていうことなので、なんだっけ、何グレーだっけ、アッシュグレー。アッシュグレーの色を出すにはちょっとベースが足りない感じなんで、パッツンだったけど、パッツンやめて、まあ、ローレイヤーぐらいのスタイルをちょっとして、前髪はちょっとかっこよくこう流せる長さで設定していきたいと思います。はい、なんでだいたい1時間半でカットとカラーでしていこうかなと思います。はい、ドライカットなんですが、はい、R2 セイング、今日ちょっとスタートが遅いんで、あまり説明なしでいきます。ここら辺こんな感じで大丈夫です。はい、全然大丈夫です。はい、じゃあここにガイドライン、R2 スニングでガイドラインをちょっと作ります。はい、そうしたらちょっとガイドがないとちょっとバツっていうライン出ちゃうと怖いんで、 R2 でだいたい印つけていく感じですかね。で、カットしていきます。で、トップのよりベースかな、ベースがちょっとここ前長いんで、でも彼女はあんまりこう前上がりにならない方が絶対似合うと思うんで、あんまり前上がりにせずに、レングスもちょっと短くなっちゃうので、本来のレングスは多分ここなんで、多分前下がりのスタイルから伸ばしてると思うので、若干それを生かしつつやっていきたいと思います。なんでここはもう切らないで、この前だけちょっとバランスを整えるために切ります。本来のレングスだともう肩に当たって跳ねる長さなので、あまりかっこよく作れないので、若干まあダミーとしてこの辺を使って切りたいと思うので、その時はちょっと頭を進んでお願いします。あんまり長さ切っちゃうとイメージが、で、まあ、レングスをまずちょっと重さが必要なんで重さを切り作ります。あまり前上がりにならないようにして、で前髪のバングもう一回ちょっと切り直します。ここに合わせるバングで、ちょっとこうかっこよくいきたいので、
唇のぐらいからこうカーブするようにちょっとしていきたいんで、そこのラインに合わせてちょっとR2 スイングを滑らすようにレザーカットみたいな感じで切ります。そうするとちょっと馴染むので R2 をこういう風にちょっと使って、これだけでもなんかちょっとスタイルちょっとなんかフレっぽくなってきましたね。それっぽくないですか？そうでもないか、全然ちょっとここから、で、今度はレイヤーを入れるんですけど、表面が今非常に長いので、モデルさん希望のスタイルがちょっとレイヤーが入ってるんで、トップをちょっと切ります。これもなんか今日はちょっとあまり切りすぎちゃうと前下がりのラインで中ちょっと軽くしてるっぽいので、あんまり普通に段位で通常通り引き出し切っちゃうと、ちょっと短くなりやすいんで、ちょっとニュアンスでいった方がいいなと思いました。やっぱボブから伸ばしていくとやっぱりそういう風になるので、ちょっと怖いんで、ちょっと様子を伺いながらなんで、ちょっとこうレザーで切るみたいな感じで、アルツセンブで今日は一回ガイドを決めます。普段とは違うんですけど、ちょっと見ながらやって。やっぱりこれ以上入れない方がいいですね。だ軽くなっちゃいそう。そうだって通常通り聞いてたら多分めっちゃ軽くなってたと思うんで、これもう前下がり僕だったでしょ、多分。あ、僕でしたね。で、これ多分中は空いてるんですよ。で、そうしたらボブこうかっこよくなるから、ベースがない状態なんですよ。なのであんまり表面切れないから、ほんとちょっともうこんな感じでごまかして切る感じが一番いいかもしれない。これで軽くなりすぎて普通のこういう段入るスタイルになって、かっこよさが全然出ないです、皆さん。なので後ろも段入れれないのでバックは段なしですね。本来モデルさんは後ろバック段入ってるんですけど、ちょっと段バックすでにもう量がなんか買ってるので、ちょっと揃えるぐらいですね。後ろはバック段なしの、サイドからサイドにちょっと入れるかなぐらいかな、その方が理想に近いに通します。で、今バルタンで、バルタンじゃないや、 R2 スイングでなんとなく形作ったので、ここからこれをガイドにしてカットしていきますね。ここも角を取っちゃうと普通の髪型になっちゃうので、やっぱり彼女の場合は通らない方がいいんで、どうしようかな、なんかここの角を取らない方がいいんで、ちょっとバングだけで切った方が良さそうですね。これはバングとサイドをつなげようと思ったんですけど、つなげない方が絶対いいんで、なので、ここの前髪からつながるこのサイドの毛をなるべく刈っちゃうと軽くなっちゃうから、そこを取らないようにして、バングと無理やりつないでいきます。で、顔周りのこの顔周りフェイスラインのサイドの毛の角をあえて残します。この角ですね。この角をわざと残していく、この角です。これをわざと残していく。サイドは、ベースの毛絶対切んないようにして、アンダーのベース8から2ブロックラインから上だけを、ちょっとつなげていくんですけど、縦で取って、表面だけを、緩やかにつなげていくぐらいですかね。これもちょっとぼかしながらなんで、なるべくこのベースの2ブロックからの重さを取らないようにして、簡単に言うとここをこの部分を
あまり切らないようにしてるだけですね。この部分は触らないようにしてるような感じです。イメージして要はゴムで軽くなってるってことなので、で上もつなげちゃうと、綺麗につなげて切っちゃうと結構軽くなっちゃうので、重いとこの長いとこ残したり短いとこ残したりするようにあえて縦で今回は切ります。とろみ感を出していきます。この時もベースの毛を切らないようにして、表面の毛の、丸さだけですね、そこだけをちょっと作っていく感じで、これは R2 である程度ガイドを作ったら小丸タンで、そこを綺麗にカットしていきます。なぞる感じですかね。で、重さも取れない状態で少しレイヤーの入る感じになるので、ただ一回ちょっとアイロン入れてみないと分かんないんで、ちょっとアイロンで、雰囲気を一回作ってみたいと思います。アイロンは結構このカットの合間に入れるアイロンは簡単でいいので、サイド2パネル、バック3パネルで入れてください。もしくはサイド2パネル、バック2パネルですね。バック2でいいかもしれないですね。やっぱイメージがちょっと分かんないので巻かないとなんとなくイメージが浮かんでこないのでちょっと巻きます。で伸ばしたらある程度あれでね、ちょっと今度はベースちゃんと切ってってやった方がいいと思います。伸ばせと違うかしょうがないと思うんですよ。みんななるんでこれ。もっとやりやすくなるんですよね。あ、そうですか。はい、ベースが伸びてきて、要は本当の長さはもうここまでしかないので、ね、切っちゃうとめっちゃ短くないですか。なのでちょっとそこは切らない方がいいかなと思って。せっかく染めてもなんか短かったらあんまり太くないですよ。大体イメージがちょっとこう見えてくるんで。その中で、今度はカットしていきます。今度はやっぱり彼女は重たさがあった方が絶対似合うと思うので、さっきつなげたんですけど、ちょっともともとパッツにしたいっていう意向もあったので、なんかどっかに重いラインがあった方が彼女は似合うんではないかなっていうことで、ちょっと少しブラウトのラインをちょっと表面のところをさっき丸く切ったんですけど、ちょっとブラントのラインを入れて、ちょっと馴染みを悪くしていきます。で毛先もちょっと軽いところは引っ張ってちょっと重くしていきます。そうするとより重さが出てきて、バックのセンターはこのように切ります。はい、ここにポイントを当てて、ここからつながる線をイメージしてカットするんですけど、毛先の軽いところだけ取っていきます。後ろはね、なるべく切りたくないので軽いところだけをカットしていきますね。こういう感じです。ここからこのてっぺんの押さえるのがなかったらブレて左右の長さが変わってしまいます。それがあることによってブレないんですね。で前髪を上に持ってきて、ちょっと重さを前髪も出していきますね。ちょっとつながりは悪くなるんですけど、あえてちょっとブラントラインを出していくことによって、
ちょっと重さを足し算する感じですかね。そぐっていうのが足し算をして、はい、こっちもちょっと重さを出すんで、そがなくても良さそうなんで、逆に重くします。なんかちょっと重くなってきた感じします。その方がかっこいいですね。で、バングを外したところが同じ長さになってないと、ヘビーサイドの方が、トップの毛をブランとライン入れて、こういう細いのを切ってる感じですね。それで、ちょっと重さを表面に出してます。で、これコルム使ってないのも、あえてその根元の癖殺しちゃうので、コルム使わないで、切った方が丸くふわってなるので、あえてそうしてます。はい、これでカット終わりです。カラーに入ります。はい、カラーは、時短してやっていく方法として、まず全体の色を作ったんですね。で、全体の色を全体塗って、そこから残った残液に、補色を入れて根元を塗るみたいな、まあ、逆のやり方なんですけど、時短するにはカップ1個で済むので早いです。で、まず今回使うのはモデルさんのアッシュグレーの色を出すには、カップの中にもハケも何もない状態なんですけど、ワイスパークのコームと、あとこの奇跡のコームですね、このオレンジ色のやつ、これはあんまり売ってないんですけど、これリタッチ用とこっち全体用です。今日使うのは、はい、で、手に取ってこんな感じですね。毛先から塗っていくんですが、まあ、このような感じで塗っていきます。はい、で、リタッチ今回かなり伸びてるんで、そこはなるべくつけないように、リタッチのところは、違う色を混ぜて塗るので、はい、今日も終わりました。前下がりのボブから、ずっと伸ばしてきてたので、ボブの時中をちょっと短く軽くしてたので、ベースがちょっとない状態だったんで、表面をちょっとだけ段入れてローレイヤーにしました。で、前髪がちょっと、サイドと若干つながるように、でもサイドが取っちゃうと結構軽くいいんで、サイドの角は残している状態です。なんで伸びたら顔前のところをサイド、前髪をもうちょっとつなげて、こっちをきれいにそうしていきたいなと思います。で、カラーはワンプロセスでブリーチなしっていうところで、グレー、あ、アッシュグレー、はい、アッシュグレーにしたいっていうことだったんですけど、やっぱワンプロセスじゃ無理ということで、ブリーチも使ってない状態だったんで、まあ、ワンプロセスでですね、今回やってみました。はい、で、結構明るくなったんではないかなと思います。はい、ということで、また動画を見てください。いいねとかシェアしていただけるとありがたいです。で、過去の動画も、1000本近く入ってるんで、皆さん見てください。では、今日もありがとうございました。では、皆さん、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。